ちょっと帰ってきました。まあ、ちょっと生活必需品とかね、まあ、お腹は空いてるんでね、食事関係なんかもちょっと買ってきましたんでね、そういうところ紹介したいと思います。まあ、ちょっと順番いろいろになっちゃうんですけど、まあ、水ね、ここ最近だと一番安いのかな、73円、税込み73円のね、キリンの富士の美味しい水なんですけど、2本買いましたね。で、まあ、先日のね、まあ、マスクもそうなんですけど、デマ情報によるトイレットペーパーの品切れなんかも受けてね、まあ、生活必需品的なものはある程度買っといた方がいいかなと思ってね、別のドラッグストアでね、水を1箱買っております。で、あとはまあいつも通りね、ちょっと野菜ジュースを購入して、で、今日ドラッグストア、スーパーなんか行って、まあ、まちまちではあったんですけど、なんかね、いろいろ売り切れてるものありましたね。ファーファー、もう洗剤がなかったんで購入してきました。毎回言うんですけど、その時に安いものを買います。特にこれじゃないとダメとかっていうほどね、いいお洋服持ってるわけじゃないんで、まあ、普段着も作業着っていうぐらいの親父なんでね、まあ、洗いが、汚れが落ちればいいかなと、汗臭いのがなくなればいいかなっていうぐらいなんでね、気にせず買っております。やっぱりね、案の定というか、相変わらずマスクは品切れでした。でも昨日の今日だったんで、トイレットペーパー、ティッシュペーパーなかったんですけど、なんかね、あるところにはあったみたいですね。カフェラテジョージア、ちょっとね、チンが終わったんで一回で、なんかさ、ちょっと話聞くと、例えばスーパーとかお店でね、コロナの患者さんが出た時にね、お店が丸々閉まってしまう可能性があると。そうすると、まあそれがね、変に立て続けになると、そういう商品とかを購入するね、ところが少なくなってくるんじゃないかっていうところもあってね、まあ、いつものコーヒーです。税込み95円でございます。下手すったら家で困らないといけないからっていう情報がまた出てるらしくて、今日はね、お米が全然ないところがあったね。丸々っていうとちょっと大げさですけど、もう本当にね、トイレットペーパーとかがさっと抜けて、棚の中に商品がない状態あるじゃないですか。それにちょっとなる前ぐらいのお米、両端とかにね、ちょろっと残ってはいるんですけども、かなりね、お米がなくなってましたね。私好きなね、うま味です。あとね、気になったところだと、バターがなかったね。マーガリンなんかは残ってたんですけど、バターが軒並み品切れになってました。なんかソフトバターっていう、多分マーガリンチックなバターなのかな、そういうのは残ってたんですけど、バターもね、品切れになってましたね。もう引き続きね、最近そばにはまってるんで、やぶそば、信州やぶそば、長野で作ってるんだから美味しいだろうなという思いのもとで購入してきました。で、これ千葉さんのね、千葉さんのっていうか千葉のゴミ袋ですね。ほんとね、自治体というか、その市だとかそういうところによって変わってきてるんで、例えばね、千葉県はこれね、45リットル10枚で360円なんですけど、例えば四街道とか桜とかだとね、また全然値段が安かったりするんでね。まあ、それはまあしょうがないんでしょうけどね。で、あとなんだっけな、あとカップ麺ね。カップ麺がやっぱり品切れしてましたね。やはりカップ麺も備蓄できるんでだと思うんですよ。とはいえね、レトルトカレーとかが売れてなかったんで、どうなのかなって、みんな微妙な感じで噂に踊らされて、とりあえずなんかこっちではお米買って、こっちではカップ麺が売れてとか、そういう感じになってるような気もするんですよね。バターがなくても缶は置いてあったりしてたんで、セブンイレブンです。私大好き、わさびのかきピーでございます。で、キャベツの千切りを買ってきました。やっぱお手軽なんでね。あとこれ、以前からちょっと気になってた美味しそうなやつね。千葉県産紅あずま塩のね、まるで焼き芋みたいなクレープ。こちらちょっとデザートでいただきたいと思って購入しました。でね、ちょっとね、野菜をね、最近取ろうとしてる努力をしてるんですけど、まあ、野菜に限らず、お蕎麦とかね、そういう、なんかいろいろいいのを買ってるんですけど、あ、そうだ、これ買ったんだ。忘れてたわ。プレシアさんのね、北海道クリームのモンブラン。
れ今日食べよう、こっちの方があれだな、賞味期限だったの忘れてたわ、いろいろ言っちゃうと。はい、愛知県産のキャベツね、半分68円だったかな。そして人参がね、安かった、3本100円で。なんだ、なんかベタベタしてる、なんだこのベタベタしてるの、これかな、これがこぼれたかな、違うな。なめこ、この間結構美味しかったんでね、これ買ってきました。で、何にしようかな、野菜炒めにしようかな、お肉となんかやって炒めようかなと思ってて、これだ、多分こいつだ、あ、こいつっぽいな、ここら辺がベタベタしてる。でもお肉のあの匂いじゃないんだよな、やっぱなめたけ、なめこかな、まあいいや、はい。国産若鶏胸肉ですね、160100g 58円のが 285g で、あとは生姜がなかったんでね、で安かったんで、でこれをね、何にして食べようかなと思ったところ、最終的にはカレーでいっちゃおうと思ってね、購入してました。なので今日の夜ご飯はね、カレーを、このメンツでね、キャベツ、なめこ、人参と鶏むね肉というメンツのカレーをね、これでね、マツコの番組でシャバシャバカレーなんていうのもやってたんでね、まあ、どっちにするかはちょっと決めてないんですけど、まあ、カレーにしようかなと思っております。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。